昼飯は弁当に限る。メルルーサのフライが絶品。食べる前に雑草のどれかを一株根っこから取っておけ。何でもいい、雑草に大差はない。一つ一つの名前を知ることもない。潜水艦の艦内にはプロと同程度の船員を持ち込んだ。全世界風俗街のマップと植木鉢と砂がある。川の酒瓶も転がっている。汚れた枕カバーを洗濯しないのは一重に原価するのだ。ありがとう、ありがとう。たちからのおとがめさえなければ、雑草は海底2万マイルを旅す幸運に恵まれるだろう。十分な日光を得られるわけのない海底で、しかし雑草は光合成に励もうとする。乾電池式の懐中電灯と乗組員たちの呼吸を吸収して、ようやく吹き出される確かな酸素。かすかだが青くて新しい喘ぎ声。俺のメガネをふと曇らせる。吸収してようやく吐き出される。かすかな酸素。かすかな酸素。十分な日光を得られるわけのない海底。しかし雑草は光合成に励ます。乾電池式の懐中電灯と乗組員たちの呼吸を吸収して、ようやく吐き出される。かすかな酸素。かすかだが青くて新しい喘ぎ声。あれリスだよ、うん、あれリスだろってお前な。じゃあなんだ。それをこっそり味わうために、リスじゃないとしたらなんだよ。この世で最も名もなき野草の一株をいつも見込めて。リスじゃねえだろってお前な。ビール